世界で最も美しいと言われている実験をご存知でしょうか。その名も二重スリット実験。今日は物理学の世界で最も美しいとされる実験、二重スリット実験について探究します。現代物理学では光は粒子と波動の両方の性質を持つと考えられています。簡単に言うと、光というものは粒でもあり波でもあるということです。光は粒子と波動の両方の性質を持つ。その考えに至るまでにたくさんの科学者が頭を悩ませましたが、特に二重スリット実験は大きな影響を与えました。一体どのような実験が繰り返されてきたのでしょうか。まずは二重スリット実験以前の歴史からおさらいしてみましょう。そもそも光とは何なのでしょうか。人間が生きていくのに光はなくてはならない存在ですよね。光を物理学の面で初めて研究したのは、万有引力の法則を発見したアイザック・ニュートンだと言われています。ニュートンは著書光学で光は粒子であるという説を発表しました。一方、同時期にクリスティアン・ホイヘンスは著書光についての論考で光は波動であるという説を発表しました。光は粒子？それとも波動？ニュートンとホイヘンス両者の軌跡をたどってみましょう。17世紀後半、ニュートンは性能の高い望遠鏡を作ろうとしており、その過程で光の研究を始めました。まずニュートンは太陽光をプリズムに通すと光が分解されて生じる色の帯、通称スペクトルが現れることを発見しました。それにより太陽光のような白色光は様々な色のついた光が重なり合ったものだと分かったのです。ちなみに虹の色が7色であるとしたのもニュートンなんですよ。実はニュートンはこれらの実験において光は粒子であるということを前提にしていました。光が直進する性質や反射する性質は光が粒子だと考えれば理解できるからです。ニュートンは18世紀初頭に発表した著書光学でスペクトル実験などとともに光は粒子であるという説を発表しました。一方、ニュートンと同時期クリスティアン・ホイヘンスは光は波動であると主張していました。ニュートンの粒子説では光とは何かという疑問に答えられません。光は粒子であるとすると、光が障害物の背後に回り込んで伝わる回折の現象や、光が重なると明るさの強弱に変化が起きる干渉の現象などをうまく説明できないのです。そこで光が波動だとすれば、回折や干渉などの現象も説明できるのです。光は波動であるとする説はその後も様々な実験で証明され、19世紀末には粒子説よりも波動説が有力視されるようになりました。波動説を補強した実験の一つとしてヤングの実験が有名です。これは冒頭で紹介した二重スリット実験の原型となった実験です。19世紀初頭、トーマス・ヤングはヤングの実験を行いました。光源からの光をスリットに通した後、さらに2つのスリットに通してスクリーンに映します。この時スクリーンには縞模様が映し出されるのです。これは光が干渉性を持っていると考えれば説明できます。干渉とは複数の波の重ね合わせによって相互作用する現象です。光が波であり、2つのスリットを通過した光の波が重なり合わさって新しい波形ができたことにより、スクリーンに干渉縞が映し出されたと考えれば合点がいきます。その後、19世紀末にマクスウェルがそれまで確認されていなかった電磁波の存在を理論的に証明し、それをきっかけに光は波で電磁波の一種であると考えられるようになったのです。この頃には光は波動であるという考えが強まりました。粒子説はこの後消えてしまうのでしょうか。しかし一方で、光は粒子であると考えなければ理解できない現象も見つかってきました。波動説で間違いない雰囲気だったのに。20世紀初めにアインシュタインは光の波動説を支持しつつ、光の粒子説を復活させました。アインシュタインは光電効果という現象を、光が単なる波としてではなく波長に応じたエネルギーを持つ粒子であるとすることで説明に成功しました。波動説も粒子説もどっちも間違ってなかったんだ。粒子と波動の両方の性質を持つとても小さな物質を量子と呼び、この現象は分子や原子でも確認されています。光も量子であり、光
光の量子は光子と呼ばれています。このアインシュタインの説は光量子仮説と呼ばれ、量子力学の基礎を築くことになりました。皮肉なことにアインシュタインは量子力学の考え方を嫌っていたそうですが、そして波動と粒子の二重性を示す実験として現在も継続的に研究されているのが二重スリット実験。19世紀初頭に行われたヤングの実験は光の波動説を決定づけた実験として有名ですが、ヤングの実験を発展させた二重スリット実験は光に波動と粒子の二重性があることを示しました。ヤングの実験では光を使いましたが、これを電子で行った二重スリット実験が2002年に IOP 英国物理学会の会員誌であるフィジックスワールド誌の読者による投票で最も美しい実験に選ばれました。一体どのような点が最も美しいのでしょうか。この電子を使った二重スリット実験では、電子線をビーム状にして出す電子銃を用いて電子を発射します。ヤングの実験でも登場したスリットを今回は1つの電子だけが通るとしましょう。電子は分割できないので2つのスリットのうちどちらかを通ることになります。干渉島は2つの波が重なることで生まれるので、電子の粒が1つ発射された場合スクリーンに縞模様は映らないはずですよね。ところがどっこい、電子を1つずつ発射した場合でもその積み重ねで干渉島が発生したのです。まるで波が干渉した時のように。二重スリット実験の不思議なところはこれだけではありません。もしかしたら2つのスリットを電子がどちらも通過したかもしれない。そう考えたある科学者はスリットの前に観察機器を置いて電子がどちらのスリットを通ったのか調べてみることにしました。すると観察を始めた途端、干渉島が消えて2本の筋だけになったのです。そして観察をやめるとまた干渉島に戻りました。つまり光子や電子などの量子は観察すると粒子、観察しないと波動と同じ振る舞いを示したのです。なぜこのようなことが起きるのかは現在でも完全には分かっていません。現時点での有力な考え方は、干渉島はあくまで粒子がこの辺にあるかもしれないよという確率を表したものであり、観察するとここだという一点に決まるため粒子の性質に変わるというものです。これをコペンハーゲン解釈と言います。シュレディンガーの猫みたいな感じです。つまり観測するまで粒子の状態と波動の状態が重なり合っているのです。なんだか難しいですね。私たちのとても身近にある光ですが、これだけ科学が発展してもわからないことだらけとはロマンがありますね。それでは光に関する実験の歴史をおさらいしましょう。17世紀後半から18世紀初頭、ニュートンは粒子説を、ホイヘンスは波動説を唱えました。その後ヤングの実験により波動説が確かめられ、19世紀末にマクスウェルが電磁波の存在を示して以降、光は波で電磁波の一種であると考えられるようになりました。しかし20世紀初めにアインシュタインが光の波動説を支持しつつ光の粒子説を復活させ、アインシュタインの光量子仮説は量子力学の基礎を築きました。その後ヤングの実験を発展させた二重スリット実験などによって波動と粒子の二重性が示され、現代物理学では光は粒子と波動の両方の性質を持つと考えられています。このように二重スリット実験では、それまでニュートンたちが提唱していた古典力学をもとに考えると説明できないようなことが起こりました。量子力学の不思議さを示した二重スリット実験は光の歴史に大きな影響を与えたんですね。1965年にノーベル物理学賞を受賞したリチャード・フィリップス・ファインマンは二重スリット実験について、量子力学の真髄を示す思考実験と評しました。また観察するしないにより結果が変わることから、私たちが見ている世界は本当の世界じゃないかもしれない、この世界は仮想現実ではと学術的にも考えるきっかけとなっています。このように長年にわたって世界中の学者たちを魅了し続けているところが、二重スリット実験が世界で最も美しい実験と言われる理由なのかもしれないですね。
この動画が面白いと思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。